オランダの歴史、オランダの歴史では、北欧のネーデルラント、オランダ王国の域内で展開した歴史について解説する。なお、オランダは、ネーデルラント連邦共和国、ネーデルラント王国の日本における通称なので、以下の本文ではこの地域をネーデルラントと呼ぶ。古代のネーデルラント、低地地方は、ラインガーカリュウが、ローマ帝国領、イホクは、 フランク人やフリース人などが住むゲルマン系小族の土地であった。森林が多い低地帯でバタビィ族やフリース族などが共存していた。ネーデルラント、低地地方は、紀元前58年、ガイウス・ユリウス・カイサルが率いるローマ帝国軍の侵攻を受け、ローマ帝国両細北端の地域に編入されたガリア戦争。ただし、帝国軍は、 ネーデルラント北部のフリースラント地方の大部分は平定することができなかった。帝国はライン川を帝国領北端の国境線として、テイチュゲルマニア族州の辺境を守る砦や町をつく。これらの中で重要だった町は、現在のユトレヒト、内名ン、マーストリヒトである。また、この時初めて文字がこの地にもたらされた。以前からこの地に住んでいた。 また遺族とローマ帝国の関係は当初は良好なものであり、次第にローマ文化が浸透してゆき、土着の神を建て祭るローマ風の寺院なども作られた。また、北海で産出される塩も重要な公益商品として帝国各地へ運ばれた。69年には皇帝、ネロの自殺に伴う帝国内の混乱に乗じる形でガイウスユリウスキウイリスが死亡した。 バタウィ族の乱、革命が発生した。七十年に新皇帝ウェスパシアヌスが実権を握り、帝国内の混乱を収める中で、バタウィ族の反乱に対してもローマ軍団を派遣して、これを閉廷した。以後この地には、ローマ軍団が常駐するようになった。その後ローマ帝国が分裂し、この地を収めるのは、西ローマ帝国となるが、帝国の勢力が衰えるとともにこの地域も、 衰退していったと思われる。4世紀以降の民族移動時代には、ネーデルラントは多くのゲルマン人の通過経路となった。なお、この時代の記録はほとんど残されていない。北のフリース人、南のフランク人、東のサクソン人の勢力圏に囲まれていたと考えられている。民族大移動期にローマ帝国はフランク人のサリ族を傭兵として利用するために、 ホエデラティの資格で、ネーデルラント南部のトクサンドリアに入植させたが、西ローマ帝国の衰退に伴い、サリ族入植地から発展して成立した、フランク王国にネーデルラント全体が取り込まれていった。フランク王国の初代国王クロビス一世がカトリックに改修したことにより、ネーデルラントにもキリスト教がもたらされた。フランク王国の資料によれば、7世紀から8世紀においても、 ネーデルラント北部からドイツ北部の海岸線に沿った地域はフリースラント王国が独立を保っており、その中心地はユトレヒトであった。734年のボールンの戦いでフランク王国がフリースラント王国を破り、現在のフリースラント州付近までがフランク王国の領土となった。その後、八十五年にザクセン公ビッドキントがカール大帝に降伏し、 ネーデルラントは完全にフランク王国の領土となった。この時点でのフランク王国の中心地は現在のベルギーと北フランス一帯であった。843年にフランク王国が西フランク王国、中フランク王国、東フランク王国に分裂するとネーデルラントは中フランク王国に属することになった。その後中フランク王国は再度分裂しネーデルラント 現在のオランダ語圏は東フランク王国に吸収される。800年頃から1000年頃にかけては激しいバイキングの侵攻にさらされた。841年から873年にかけてはネーデルラントの大部分が占領され、ロリック率いる占領者がドレスタト（現在のユトレト付近にあった中世の町からネーデルラント全域の統治を行った。 10世紀から11世紀にかけては、新生ローマ帝国がネーデルラントを支配した。内名編は皇帝の重要な滞在場所となるとともに、ユトレヒトが重要な商業校となった。内名編では何人かの皇帝が誕生し、そして死去した。1100年頃まで大部分の西ネーデルラント、現在の北ホラント州と南ホラント州付近は未開の土地であった。1000年頃より、 フランドル地方やユトレヒトの農民がこれらの沼地を購入し、排水して工作地に変えていった。これらの土地は12世紀にはホラントと呼ばれるようになった。また、1000年頃から農業技術の急速な発展に伴い食料増産が可能となった。それに伴い人口も増加商業も発展した。ギルドの形成や市場の設置も行われるようになった。 通貨の導入も行われ、商業は、ますます盛んになった。この頃のネーデルラントでは十字軍への参加も、盛んに行われるようになっていた。フランドル地方やブラバント地方では、町が急速に発展し、領主から都市圏を含む、様々な権利を得るようになる。自治権などを持つ発展した町は、まるで独立国のようになっていった。この頃最も発達した町は、 ブルージュとアントウェルペンであった、どちらも現在のベルギーの都市。また、帝国内で、それぞれの領地を治めていた領主も、帝国からの独立性を高めていった。神聖ローマ帝国はもはや各地を直接統治する、権限を行使することができなくなり、単なる名目上のものになってしまった。ネーデルラントは、コラント博、ゼーラント博、エノオ博、ヘルダーラント博、 ユトレヒト司教がそれぞれ治め、神聖ローマ帝国の総主権下に入る形となった。また、フリースラントとフロー人間は、反独立を保っていた。15世紀になると、ウルゴーニュ公、フィリップ全領公がこれらの白領を統一し、ネーデルラント一体は、ウルゴーニュ公国の一部、ウルゴーニュ領ネーデルラントとなる。この頃のネーデルラントは、ケオリモの生産により、経済的先進地となり、 ヘント、アントウェルペンなどの富裕な都市を生み出している。しかし1477年シャルル大炭鉱が、ナンシーの戦いで急に戦死し、ブルゴーニュク家はここで断絶してしまう。一人娘のマリーは、オーストリア大公マクシメリアン、後の神聖ローマ皇帝と結婚し、ネーデルラント地域は、ハプスブルク家の所領となった。他方、ブルゴーニュ公領は、フランスのルイ11世。 在位1461から1481年が接収した。マクシミリアンとマリーの孫で自らも、ネーデルラントで生まれ育った神聖ローマ皇帝カール5世は、ネーデルラント17州べての主権者として、先制政治を行い、カール5世退位後に、ハプスブルク領が、オーストリアハプスブルク家と、スペインハプスブルク家に分割されると、ネーデルラントは、スペインの支配下に入った。 当時、ネーデルラントには、プロテスタントのルター派が広まっていた。当初、カール5世は、こうした動きを生還していたが、ドイツにおける、プロテスタントの勢力伸長が無視しえないものとなった。1520年代初頭には、ネーデルラントにおける、異端審問体制を強化した。1524年には、教皇クレメンス7世がネーデルラントに、異端審問官を派遣し、 プロテスタントの書物の噴書や、発禁処分、ルター派の財産没収などの強行手段を取った。また、1530年代には最先礼派が、ネーデルラントに流入し、アムステルダムを中心に勢力を伸ばした。1534年には、ヤン・マティスを指導者として、最先礼派がアムステルダムを掌握、さらに最先礼派には、ヤン・ベーケルスゾンが、指導者として加わり、 ミュンスターを中心としたミュンスター千年王国を建設したが、1535年にはプロテスタント諸公とカトリック諸公の連合軍によってミュンスターは陥落した。1545年、カール・5世はネーデルラント諸州に異端審問館を設置。1550年にはこれらの異端審問館を皇帝直属機関とした。 しかしこうした政策は主に経済面への悪影響を懸念するネーデルラント各市からの反発を受けたため、カール5世によるプロテスタントへの圧力は弱まった。一方、1540年代にはカルバン派もネーデルラントに流入し、都市部の商人や主工業者を中心に勢力を広げた。このように、カール5世のネーデルラント政策はプロテスタントへの弾圧が目立つものであったが、 一方で、ネーデルラント諸州が政治的一体性を持ち、また、ネーデルラントとしての統一的なアイデンティティを獲得し始めた時期にも相当する。カール5世は1555年にネーデルラント諸州を息子フェリペ2世に譲り、翌年にはスペイン王位も譲って隠居生活に入る。フェリペ2世は1559年までネーデルラントに泊まったが、この年に、 ショアネのパルマ公妃マルゲリーータをネーデルラント全州総督に任命してスペインへ向かった。ネーデルラント諸州の政治はアラス司教のグランベルが事実上の最高責任者となった。一方、同年には加藤カンブレジ条約によってバロア家とハプスブルク家の講和が成立したためフランスからネーデルラントへ大量のカルバン派が流入を開始した。 同年にはまた、ネーデルラント諸州の司教区再編が議論され、1562年には、それまで、ランス大司教区、ケルン大司教区、トリアーヒロツカサ教区という、いずれもネーデルラント諸州外の大司教の管轄下に、置かれていたネーデルラント諸州が、新たに、カンブレ、メヘレン、ユトレヒトの3つのヒロツカサ教区に再編された。この結果、ネーゲルラント諸州の貴族たちが持っていた、 教会関係の利権が失われることとなり、貴族たちの不満が募った。1566年、再び強化されたイタン神門に反発し、ネーデルラント諸州の下級貴族たち300名ほどが、マルゲリータにイタン神門の中止を要求した。マルゲリータは、この要求を入れたが、その結果、亡命中だったプロテスタントの指導者たちが、ネーデルラント諸州に舞い戻り、 活発な野外説教を行うようになった。8月には、カトリックの教会や修道院を標的にした打ち壊しが、フランドル州で発生し、他の州にも広がっていった、製造破壊運動。これらの一連の動きの背景には、この年の極端な例外による、食料を不足もあった。1567年、フェリペ2世は事態を収集するために、 アルバコーを指揮官とする一万の部隊をネーデルラントに派遣した。8月にネーデルラント入りしたアルバコーは徹底的なプロテスタントの取り締まりを行い、12月には恩恵派のマルゲリータに代わってネーデルラント全州総督となった。一方、ネーデルラント諸州の貴族の中でも最有力者であったオラニエビレム一世はアルバコーがネーデルラント入りする前の4月に ドイツに逃亡していたが、アルバコーは、オラニエコー及びそれに付き従った貴族たちの財産と、所領を没収するという強行策を取った。1568年、オラニエコーウィレム一世は弟ローデウェイクラと共に、ネーデルラントに侵攻し、アルバコーに戦いを挑んだが、これは、失敗に終わり、フランスに逃げ込むことになった。フランスで、ヨグノー勢力と合流した、オラニエコーラは、 軍船をかき集めて、海賊船団を設立した。イングランドのドーバーやフランスのラロシェルを根拠地として、通称破壊船を展開した。これがいわゆる、海小敷、税後以前、ワーテル平ンである。1572年4月、26層の船団に登場したおよそ250人の海小敷軍団は、マースガーの河口にあるブリーレの町の選挙に成功した。その後、 フリー入れを、根拠地に、周辺の港町をいくつか攻略し、ホラント州及び、ゼイラント州内の水上交通網を抑える戦略に、出た。この結果、多くの都市が、オラニエ港側に寝返り、7月までに26都市が、オラニエ港側に着くこととなった。この月、ホラント州議会は、オラニエ港イレムを州総督に任命する。アルバ港側も反撃に出たが、 オラニエ公側の守りを崩すことはできず、1574年10月のレーデンへ攻防戦に勝利を収めたオラニエ公は、コラント州及びゼーラント州を実行支配するに至った。その後、各地からプロテスタントがコラント州及びゼーラント州に逃げ込み、この2州の政治の実権はプロテスタントが握るようになった。1575年。 スペイン語をフェリペ二世は二度目の破産宣告をした。この影響で、ネーデルラント派遣軍への給料支払いが滞ったため、スペイン兵たちは、ブラバント州で、略奪行為に出た。この略奪を問題視したネーデルラント南部の諸州は、スペイン軍の撤退を要求し、1576年11月にが、成立した。しかしこの和平体制は長くは続かず、1577年には、 オラニエ公とアルバ公に代わって1576年にネーデルラント全州総督となっていたフアンデ・アウストリアの間で戦闘が再開される。戦闘再開から間もなくユトレヒト州とアムステルダムはオラニエ公側に着くがスペイン側も病死したフアンデ・アウストリアの次のネーデルラント総督となったアレッサンドロ・ファルネゼが主導して1579年1月にを結成。 反乱州との対決姿勢を強めた。これに対し、反乱州は同じ月に、コラント州及びゼーラント州で、ユトレヒト同盟を結成。翌年までに、ユトレヒト同盟は、北部7州による同盟へと発展した。1580年9月、ユトレヒト同盟は、フランス王アンリ3世の弟アンジューコー・フランソワを、新たに、ネーデルラントの君主として迎えることを決め、プレシレ、 トゥール条約、1581年7月には、ユトレヒト同盟に参加した北部7州による連邦議会によって、フェリペ2世の統治権を否認するを布告した。アンジュー校は1581年8月に、ネーデルラント入りしたが、ユトレヒト同盟側との意見の対立により、1583年6月には、フランスに戻ってしまう。さらに百八十四年七月には、 オラニエコー・ウィレムが暗殺され、ユトレヒト同盟は指導者を欠く状態となった。1585年1月、ユトレヒト同盟は、アンリ3世に北部7州の主権を委ねることを申し出たが、この申し出は、アンリ3世に拒否される。同年6月には、イングランド女王エリザベス1世に、同様の申し入れをすが、これも断られ、大対策として、イングランド貴族レスターを吐く。 ロバート・ダドリーが失勢として北部7州に迎えられることとなった。8月に入ると、スペイン軍の封鎖を受けていたアントウェルペンが降伏、会場に立って焼き打ちを受け、退去したプロテスタント市民が退去して北部へと逃れた。これをきっかけとして10万から15万に達すると、見られる難民が、それまでの商工業の中心だった南ネーデルラントから、 北部のホラントとゼーラントに移動する事態となり、ネーゲルラントの経済の中心は、アントウェルペンから資本と商業のノウハウが移転された、ホラントの中心都市アムステルダムに移ることとなった。レスター・ハクは1585年12月に、兵士5000人を率いて、ネーゲルラント入りするが、やはり意見の対立が発生して1587年12月に、帰国。ハプスブルク家と対抗できる。 有力君主に北部7州の主権を委ねると、戦略は完全に破綻した。1585年に、ホラント州及びゼーラント州の総督に任命された、マウリッツ・ファン・ナスさんは、1591年までに、さらに、ユトレヒト州、ヘルダーラント州、オーファー・アイセル州総督にも就任し、反乱側の指導者としての地位を確立する。1596年には、 フランスとイングランドが北部7州を国家として、事実上認める条約、グリニッジ条約を締結し、うやむやのうちに、ネーデルラント連邦共和国が成立していたことになった。共和国が成立しても、スペインとの戦争は終わらなかった。ネーデルラント諸州は1602年、連合東インド会社、オランダ東インド会社を設立して、アジアに進出し、ポルトガルから、 高領貿易を奪取し、世界の海に覇権を叩えた。このため貿易の富がアムステルダムに流入して、17世紀の共和国は黄金時代を迎えることとなるオランダ海上帝国。1609年にはスペインとの12年停戦協定が結ばれたが、1621年に停戦が終わると、独立戦争はヨーロッパ全体を巻き込んだ30年戦争にもつれ込んだ。 1648年、30年戦争を終結させたベスト・ファーレン条約の一部であるミュンスター条約で、スペインはネーデルラント連邦共和国の独立を正式に承認し、80年にわたる戦争は終結した。オランダ東インド会社は、アジアだけでなく南北アメリカにも植民地を築いた。しかし、各地の植民地でイギリス東インド会社と衝突し、 ついには三次にわたるエーラン戦争となり、次第にイギリスより劣勢に立つことになった。1672年、イングランドがオランダに戦線布告し、第三次エーラン戦争、続いてフランス王国も戦線を布告したオランダ侵略戦争。この国家的危機のため、1672年は、と呼ばれる。と共和派の対立も深まり、 ついには1653年以来共和制の指導者であったヨハンデ・ウィット兄弟が倒され、ウィリム三世が総督職に就いた。1688年、ウィリム三世はイングランドへ侵攻し、ジェームズ二世は国外へ逃れた名誉革命。ウィリム三世は妻メアリー二世と共にイングランドの共同統治者、ウィリアム三世となり、イングランドおよびスコットランド、 アイルランドとネーデルラントは1702年までの20年余り、共に同じ原子をいただくことになった。18世紀初めに勃発したスペイン継承戦争ではネーデルラントは、フランス・スペインを相手にイギリスと共に戦った。1747年、オーストリア継承戦争の最中、フランスに侵攻されたが、何とか撃退した。18世紀罰用になると、 フランスの啓蒙思想が共和国にも流入したが、オランダ総督のウィレム五世が優柔不断な態度をとっていたため、統領職を代々世襲する、オラニエイコールナッサウケに対する反感が凍った。さらに、アメリカ独立戦争でイギリスと対立し、第四次英乱戦争を起こして敗北。ただし、アメリカ独立戦争ではイギリスが敗北したため、オランダの損失は、植民地のナーガパッティナムの 1785年にパトリオッテン派が放棄する結果になった。フランス革命が起こると、フランス革命軍は1793年にネーデルラント一帯を占領し、フランスへ亡命していた革命派や、その同調者にバタビア共和国を樹立させたが、ナポレオンが皇帝に即位すると、1806年に弟ルイ・ボナパルトを国王とするホラント王国に移行した。 しかしルイは、ネーデルラント人の利益を優先して、ナポレオンの命令に忠実でなかったため、ナポレオンは1810年に王国を廃止して、フランス帝国の直轄領とし、ソートクルブランがアムステルダムに駐在した。この混乱の中で、東インド会社は解散し、東インド植民地、オランダ領東インドは、フランスと敵対するイギリスが一時占領。 1811年から1816年、下。この影響は遠く離れた日本の出島まで及びオランダ国旗を掲げ、この時期オランダ国旗を掲げている場所は、世界中で長崎の出島とアフリカ西海岸のエルミナ要塞しかなかったオランダ線を装ったイギリス戦フェートン号による審判言も起こったフェートン号事件。1813年に、 ナポレオン帝国が崩壊すると、イギリスに亡命していた、オラニエイコールナッサウケの一族が帰国し、ウィレム一世が即位して、南ネーデルラント、ベルギー、ルクセンブルクを含むネーデルラント連合王国を樹立した。これが、現在まで続く、ネーデルラント王国、オランダ王国の始まりである。しかしベルギーは独立戦争の後、1830年に分離独立した。 1890年ウィレム三世が死去すると、王位を継承したミルヘルミナ女王が、幼少のため母皇エンマが摂政となったが、その際には、ルクセンブルク大公国が、同訓連合を解消して、完全独立した。ミルヘルミナ女王は1898年に18歳で、申請を開始し、女王の統治時代は50年にわたって続くことになる。第一次世界大戦では、 ネーデルラント王国は中立を維持したが、第二次世界大戦では中立宣言にもかかわらずナチスドイツに占領された。このため、ミルヘルミナ女王の政府はイギリスに亡命している。また1941年に太平洋戦争が勃発すると12月8日に日本に対して戦線を布告した。東インド植民地、オランダ領東インドは日本軍に占領された。 南方軍司令官の今村人志大将は、オランダ側からの現地住民から身を守るための武装許可の要請を受け入れ、オランダ人の拳銃携帯を許可している。1945年の日本降伏後、オランダ軍は、日本軍人を b c 級戦犯として逮捕、拷問、処刑を行った、連合国中で最も多い226人の日本人を処刑、数千人を無期、 有機系で服役させた。中には、無実の者も,も含まれており、オランダの単なる報復行為の側面もあった。日本報復後、スカルノラ現地の独立派は、独立を宣言し、オランダは、インドネシアの独立を認めることなく再征服を目指したことにより、インドネシア独立戦争、1945年から1949年が勃発したが、 結局インドネシアの独立を承認せざるを得なくなった。本国では1948年にミルヘルミナ女王が退位してユリアナ女王が即位し、1980年にはユリアナ女王の上位を受けてベアトリクス女王が即している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。